京成3500系電車、京成3500系電車、京成3500型電車は、1972年、昭和47年により、製造が開始された、京成電鉄の通勤系電車。本校では2013年、平成25年4月より、柴山鉄道の保有車両となった柴山鉄道3500系電車についても記述する。本形式は、 輸送力増強と750型などの青電の置き換え用として1972年12月から1982年昭和57年5月までに4両編成24本96両が製造された。形成の通勤車では初の冷房車である本形式の車両番号は 4の数字が演技が悪かったため直前の3300型から200飛んで3500系と命名され、従来者と同様に東寄りから第1編成が3501、3502、3503、3504、第2編成が3505から3508と連番で付与されている。なお、以下、形成の故障に合わせて西寄り、 形成上の方先頭車の番号を編成名、第1編成イコール3504編成、第2編成イコール3508編成、として解説する。骨組みは従来通りの普通項ながら、外反はステンレス項のセミステンレス構造となり、銀色の金属地にファイアーオレンジ体の外観は、冷房装置とともに、従来の形成のイメージを一新した。車体はドアや、 窓数、配置は従来車と共通であるものの、広報の簡略化のために角張ったものとなり、側面窓は別組み立て、ご取り付けのユニット構造とし、上段加工、下段上昇のラッチを配した引っ掛け式を採用した。セミステンレス車体の採用は、当時押上線の荒川橋梁や、本線の江戸川橋梁の強度が不足し、3300、 型までの普通構成車体に冷房装置を取り付けると重量が限界を超えてしまう危険があったためだと言われている。このため一両あたりの質量も33トンとなったが1970年代末に江戸川橋梁の掛け替えや橋梁の強度向上が行われると3300、系以前の構成の車両も冷房化されるようになった。前面は霧まで、 縁が強調された額縁スタイルとなった。中間組み込み時に室内より乗務員室扉で運転席を全面間通扉で助手席を仕切ることができるように扉の開き方が変更され、前照灯や尾刀は腰部に縦並びで配されたが、これらも形成で初めてである。車盤は運行表示器とともに全面ガラスの内側に黒字で設置したが、 このデザイン処理は後に新形成8000軽電車や、富山地方鉄道14,760軽電車などに波及した。その他、ユニット、工術関連結部の妻窓が廃止された。主回路制御方式は堺地直波制御も検討されたが、乗り入れ先の都営浅草線の当時の規定から、全車とも従来の弱め開示制御を行う、抵抗制御で製造された。また、 浅草船内ではトンネルや駅の空調設備が不完全であるなどの排熱上の問題から冷房装置の使用も規制されていたため1987年昭和62年の協定改正による冷房装置の使用規制撤廃まで押し上げ駅で扇風機のみ稼働に切り替えて入線していた具体的な編成構成は以下の通りである登録上は各社とも 3500系である。3300型までと同様に、M2 車 M1 車の2両で1ユニットを構成し、M2 車は運転台よりの台車に手電動機を搭載しない 0.5M 車となっている。ユニットが背中合わせに2つつながっているような格好であるため、2両ごとに分割が可能であり、実際分割したものを別の4両編成に連結した6両編成が容易に組める。 なお、以下特別な場合を除いて、M2 車を、先頭車、M1 車を、中間車として解説する。電動発電機、MG は、冷房装置の搭載により従来車より大容量化。下、CLG-355B、定格出力75億羽、電動空気圧縮機、CP は2段圧縮タイプの C-2000M を、搭載している。パンタグラフは、 岸型のものが M2 車寄りに一機設置されている。3300型までと異なり、台車は住友金属工業製 S 型民電方式台車に統一され、電動台車は FS389, 付随台車は FS089 となった。駆動装置は全車 WN カルラン方式。 モーターは3509から3510.3513から3516.3529から3536が、東洋電気製造製 TDK-8530A、3549から3556.3561から3564.3573から3578.3589から3594が、 東洋電気製造製 t d k 八千五百三十一 a 三千五百三十七から三千五百四十が三菱電気製メガバイト三千九十七 c 三それ以外が3300型や更新後の三千二百型でも使用している三菱電気製メガバイト三千九十七 c 二以上四種の機種は基本的に同一設計で形成車内ではまとめて kmm-3097c、端、MM、子電圧 500V、電流 225A、出力 100kW、定格回転数 1650rpm と故障する。台車や駆動装置を統一したため、主電動機は東洋製、三菱製のメーカー問わず交換に手入れ替えたりすることもあった。主制御機は、 東洋電気製造製のアコットフ H6100 から 575C、直列9段、並列6段、弱め階、15段。室内は、天井や座席下部などほとんどが無塗装化された。先日の浅草線対策で、冷房装置以外に補助送風機として、東芝製の首振り式扇風機が設置されている。なお、首振り式扇風機が設置されている。 京成電鉄の形式としては、これが最も古いものである。本形式の製造から20年以上が経過し、内部の鉄材の腐食が進んだため、一部編成については1996年、平成8年3月から大境車両によって、車体の一部張り替えを含む大規模更新工事が実施された。以下、更新を受けた車両を、更新車。 更新を受けなかった車両を原型車として解説する。更新車は前面の形状が大幅に変更され、3面折りつまで窓周りの縁取りが大きくなり、道具は下部に角型、横並びで配置された。通貨標識等は従来微塔と共用だったが、窓上への独立配置に変更され、貫通扉は大型の窓と種別表示幕を備える新品に交換された。 下部には障害物対策で、廃焼器、スカートが設置された。側面は、窓が、バランサー付き黒色冊子に交換され、合わせて、ドア間は横3分割から2分割に変更された。上部には、社外放送用のスピーカーが設置され、倉下のコリゲート、断面が、凹凸の、波状の補強構造の本数が減少している。 これらに伴い帯が全面的に張り替えられ、新帯はフィルム製となった。床下は京浜急行電鉄の車両規定で、編成最前部の台車にモーターがない本形式の乗り入れが規制されていたことから、京急線乗り入れのために、先頭車の台車が前後で振り替えられ、ユニット寄りの台車がモーターなしとなった。車両間の引き通し線が交換された。 これらによって更新車と原型車の根血は不可能となった。その他、ドアエンジンが交換され、1998年、平成10年11月出場の3536編成以降パンタグラフがシングルアーム式に交換されるようになった。室内では化粧板と床材が3400型や3700型と同色のものに張り替えられ、室内塔は 停電時の白熱予備灯が廃止されて一両あたり四本の蛍光灯が予備灯兼用となった。扇風機は従来の東芝製から強弱自動切り替え機能付きの三菱電機製に交換された。同時に中間車のパンタグラフ付近の天井にも扇風機を増設した。座席は当初オレンジ系ガライリモケット校長クッションの個別シートに交換した。 1999年、平成11年7月出場の3552、編成中の3552から3551ユニットから、南朝クッションに変更。さらに、同年11月に出場した3552、編成中の3550から3549ユニットからは、汚れが目立たないラベンダー系柄入りのモケットに、変更し3種類が存在した。 全車端部には立脚との干渉防止のために仕切りを設置した。2001年、平成13年3月までの5年間で1974年製の3556、編成以前の14本が更新された。早期の運用復帰のため、1本目の3504、編成を除き2両ユニット単位で更新、出場が行われた。関東地方の鉄道事業者ではあまり例がない。 本格的な更新工事で、続いて1976年以降に落成した10本も更新する予定だったが、鉄材の腐食が形成の予想以上に進んだ結果、更新コストが高額となり、直接新型車両に置き換えた方が得策であると判断されたため、 結局2001年3月に出場した3548編成中の3546から3545ユニットを最後に打ち切りとなった更新工事の打ち切りにより本形式は2017年2月の未更新者全廃までの間同一形式内に更新者と未更新者の2種類が存在することになった4両6両8両 4両編成日本連結と編成外が唯一可能な車種になった。2015年3月以降は6両編成と4両編成が組まれ8両編成は短期暫定で組まれるのみになった。2002年平成14年10月12日のダイヤ改正で種別体系が変更されるのに伴い同年7月から9月にかけて全車の種別膜が交換された。 普通イコール黒、快速イコールピンク、特急イコール赤など、各種別ごとに色分けがなされ、全面貫通扉部分は白地に種別色文字、側面は種別色地に白文字となった。新幕の書体は、細ゴシック体、ナールで、小文字平洋英字兵器となった。2010年、平成22年7月17日のダイヤ改正前に、 全面貫通扉部分の種別膜が側面と同じ形態になった。2002年10月以降、3504編成を皮切りに室内座席でオレンジ系校長を個別シートで更新出場した車両に対して3700系3868編成と同様のラベンダー系色がらりのバケットシートに変更する工事を行った。交換は 編成単位で実施され、2007年、平成19年2月の3512編成を最後に終了した。オレンジ系柄入り南朝個別シートだった3552、編成中の3552から3551は、同年7月に座席表地のみをラベンダー系柄入りのものに交換し、 編成相方の3550から3549などと同様となった。よって、形成所属者から、オレンジ系柄入りのシートは消滅し、本形式更新車のシートカラーは統一した。さらに、2007年8月から2009年1月に、かけて、ラベンダー系南朝個別シートで、更新出場した車両もラベンダー系柄入り、バッケットシートに交換し、 3500系更新車のシート色形状は統一した。動作業は3700型でも施行し、個別シートは3700系3848編成を最後に2011年4月以降、使用しなくなった。2002年、平成17年12月に3524編成中の3523号のみ、試験的にパンタグラフが シングルアーム式に乾燥したれた。2005年、平成17年8月より3532編成を皮切りに、菱形パンタグラフで出場した編成に対しては、シングルアームパンタに乾燥し、2008年、平成20年1月の3552編成を最後に完了した。なお、 3524編成の3522も2007年12月にシングルアーム式パンタグラフに換装した。2007年4月末、3512編成の角、連結面に転落防止ホロが設置されたが、ホロ形状に問題があり、同年5月に台座を残して撤去された。その後、3516.35203540.3556。35 編成で台座のみが設置された後、しばらくして、ホロが取り付けられ、その他の編成も、定期検査時などに順次ホロ設置工事を施行し2010年1月までに、更新車全車で設置した。3300型を4両化した2008年春以降、形成者としては、唯一頻繁に編成外を行うグループとなり、4両編成普通運用の、 他に4プラス4両の8両編成も数本、蘇生され、2016年度までは、都営浅草線、京急線、羽田空港乗り入れ運用にも充当されていた。2010年7月17日のダイヤ改正以降は、4プラス4の8両4本と、4プラス2、または2プラス4の6両4本に定着し、4両編成は2013年春まで、原則的に組まなくなった。 その際、3528編成と3548編成を2両分割し6両編成を組むのを原則とし、この点は現在に至っている。6両編成、8両編成の相方編成も年単位で定着していた。なお、検査入場する編成がいた場合、当暫定で編成外を行い、一時的に4両編成を組むこともある。また、 一時的に3528編成や3548編成が4両に戻されること等もある。2013年2月からは3000系8次車増備による3300系の置き換えに伴って、同時点で8両編成を蘇生していた3504編成と3508編成、3516編成と3544編成を分割し、 2013年3月時点で3504編成と3516編成、3544編成は単独の4両編成となった。その後の編成外で6両編成になった編成も存在する。以後、3520編成プラス3524編成、3532編成プラス3536編成の2本が8両編成として、 運行されていた。その後、この2本は2013年12月より蘇生を4プラス4編成から以前に暫定編成で組まれていた2プラス4プラス2編成に組み替えられた。なお編成外は2016年現在でも頻繁に行われているため蘇生が変わることもある。2013年4月1日付で4両編成の3540編成。 3537353835393540が3600系3618編成に代わって芝山鉄道の所属車両となった。同年4月中旬に京成プレートが緑色の芝山鉄道の車名表記に変更されたが3600型と異なる帯色は変更されていない。 2014年3月からは3000系3028編成導入により3520編成と3524編成が単独の4両編成になった。2014年11月8日のダイヤ改正にて、本線、千葉線、千原線普通運用の一部を6両化したため、3500系更新車で6両編成2本増やした。3528編成。 3548編成に加え3520編成も2両分割し6両編成を組むことにした。以後、3500系更新車は8両編成1本、6両編成6本、4両編成3本以下、3500系更新車4両編成は、柴山鉄道リース車を含みを組むことを定着化した。2015年2月中旬。 最後まで8両に蘇生されていた3532編成と3536編成が4両編成になり、この時点で本形式の8両編成は暫定時を除き長期では組まなくなった。なお、8両固定編成で不都合な編成が生じた場合等のダイソー等で3500系更新者を一時的に8両編成組むこともある。この蘇生では4プラス2。 にプラス四の編成になりた方、または、上の方に二両を増結させており、四両編成に、違う、シャバン編成の二両と二両を組み合わせた編成もある。例、四プラス二プラス二、二プラス二プラス四。以後、三千五百系更新車は六両編成六本、四両、編成五本で定着化したが、適宜組み替えられている。2016年秋頃までは、トエアサ線 京急線へ乗り入れる運用にも充当されていたが、2017年度以降は、乗り入れ運用から尻き京成線内のみ、運用されることとなった。現在は8両編成を組むことはあっても、京成上野成田空港間の快速特急、特急を中心とした自社線内のみの運用に限定されている。2000年5月の事業計画では、2001年以降、出場の予定で、 更新工程が組まれていたが、同年7月に撤回され、一転して廃車対象となった。更新車グループは、今後しばらくの使用が見込まれ、直前の3300型も、新3000型による置き換え後、北総鉄道へのリース対象となっていたため、廃車順序が大きく入れ替わることとなった。本グループは、1998年11月18日の、 京急空港線、羽田空港駅開業時のダイヤ改正より8両編成運用が廃止され、6両編成の運用も2000年10月の3548編成中の3546から3545ユニットの最後の更新入場以降に廃止された。4両以外の編成が蘇生できないので、運用も本線普通や 試川運用限定となり、更新者グループで行われた種別幕の交換は行われなかった。2000年7月以降、車両番号と車掌プレートがファイヤーオレンジ地からレッド地に順次変更された。3580編成より編成単位で始まり、2002年9月の3588編成を最後に完了した。また、種別版に普通表示が 新たに加えられた。新3000系一時社が出揃った2003年、平成15年3月より廃車が開始された。最初に廃車されたのは3560編成4両である。続いて2005年2月には3564.3568編成が、同年9月には3572編成が廃車となり、 1976年ドラク成分の16両、すべてが廃車となった。3572編成は2005年8月に、運用離脱後、廃車まで、ボルスタレス台車の試験に使用された。台車は、廃車後に3 7 0 0系3 8 4 8編成に転用されて、継続試験された。なお、このグループは、ドアエンジン交換がなされず、 3150型が運用終了となった2001年4月以降形成で最も古いドアエンジン装備車となっていた。残る3573から3596も引き続き廃車が続けられ、2008年3月には3580.3584編成が廃車となり、形成グループ全体で初のオールステンレスカーの廃車。 3584から3583ユニットが発生した。2008年から2013年までの間は、成田スカイアクセス関係の新車導入を優先したため、車両の代替はストップしており、2013年に新3000系の増備が再開されるが3300型が先に廃車対象となったため2016年までは廃車は発生しなかった。 2016年2月に3592.3596編成、3月には3576編成が廃車となり、未更新編成は3588編成のみとなった。最後に残った3588編成は、2017年2月25日26日のさよなら運転をもって引退。 3500型は更新者のみ在籍するようになった。未更新者グループは廃車が迫っていることもあり、両グループ共通で行われた改造は、形勢全体で行われた最小限のもののみである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。